か本当に韓国の気温が暑いのか寒いのか分かんなくて、今今日トップスだけなんだけど、トップスって中にインナーとか着てるけど、でアウターも1個しか持ってきてないし、服もう現地で調達みたいな感じで、ってことえ、なんかすごいいいカメラじゃないこれ。乾杯です。でこれは誰にもらったんですか。これはアンちゃんに乾杯です、はい、お揃いこれとこれがお揃い、リュックもリュック、リュック、はい、ありがとうございます。自己紹介お願いします。名前好きな芸人、レインボーのジャンボさん。私と仲良くなった経緯は何ですか。教室の前で一人でレインボーの動画を毎日見てて、ずっとこの意味わかんない笑い声を出してて仲良くなったのがきっかけです。失礼します。はい、よし。今から1時間半電車に乗ります。つらい。本当絶対暑いよね。外に出させてほしい。我慢できるなら多いと思います。これまず行くかな。行ったわ。もう6時半、本当に許せない。お腹が空きすぎて死にそう。あ、一番出口。韓国こんな感じで、本当に至る所に屋台があるので、夜もやってて、本当に夜1時くらいに外出てもずっといろんなところで屋台があるから、もう本当に散歩とかすっごい楽しいし、安いしも最高。本当に日本お願いします。わかんない。なんかこういう異国料理多いよね。あ、ここだ。悲しい。そば好きがよかった。韓国行ったら絶対チーズボールとチキンを食べてください。量本当に多い、うん、特にこのチーズがかかってるチキンが本当に美味しい。量はありえない、多すぎて。私たちはトンデムンっていうエリアに泊まったんだけど、ここは夜すごく盛り上がってて、謎のショッピングセンターがいっぱいあるのが面白い。でも本当に広告とか怖くて、ほら見て、ポスターのないの、やばくない？これ何？シチューシーアニエスベ、え？アニエスベもフェイク出されてる。え？これは全部、え、これあれでしょ？オンラインの服とかを売ってて、それで売れたらハッキングみたいなしやってるんだよ。だからこのさ、え、危ない。なのに足で蹴っちゃう、足で蹴っちゃうけど心配。え、美味しそう。夜のトンデムはめっちゃ楽しいからみんな来た方がいい。これいや怖い、これ怖い。ギリギリほら怖いね、本当に。
かおすすめなんだよね。え、おすすめなんだよ。だっていいね、4みたいな。え、何し、え、やばいやばい。はい、あ、来た、あ、戻ってきた、うん。この日は高速ターミナルっていう日本人しかいないところに行って靴下を大量に買いまして、で今ダイソーに来てるとこ。ダイソーもね、大量に買うの本当に気をつけて。かわいい。うわっ、凍ってる。ここ本でにあったんだけど、マジで絶対行ってほしい。なんか平成みたいなプリが取れるの、ダサいんだけど超可愛くて、去年行って、店の名前分かんなかったんだけど見つけました。あの、ここ本当に可愛くてから行ってください。でも600円する、ちょっと高い、でも可愛い。日本にこういうプリ機なくない？最近できたのか分かんないけど、でも可愛いよね。本当に切っておいちっちゃいのは許せない。さっきとは違うとこ。あ、違う違う、待って、これこれだこれだ。今からサムギョプサルに行きます。で、これはネイバーマ、何、ブログ。ちゃんとお店を決めていこうと思って。私たちは本当に優柔不断だから今回は決めていった。美味しかった。日本人結構いたかもしれない。私たちはセットのやつを頼んで美味しくいただきました。で、なんかお母さん、オンマみたいな人がすごい店内を循環してて、みんなに美味しいって聞いてて、すごいいい雰囲気でした。なので、あの、おすすめです。行ってください。この日はトッポギを食べに外に出たんですけど、私の好きな韓国のブロガーの方がおすすめしてたところで、もう地元の人しかいなくて、で駅もなんか観光客とか全然いなくて、店も結構狭いんだけど本当に美味しかった。韓国で食べたトッポギの中で一番美味しかったし、ここのおでんが本当に美味しくて、しかも値段もすごい安いし、一人450円くらいだったんだけど、トッポギ一つとおでん一つ二人でシェアしたんだけど、全然お腹いっぱいになったから、ここはあの本当におすすめ。めっちゃ美味しい。観光客向けって感じじゃないんだけど、地元の韓国料理食べたい人はあの本当に行ってください。ラブ・オールド・フォレストっていうソンスの流行ってるメガネ屋さんに行ったんだけど、場所が本当に遠くて、徒歩20分くらいかかったの、ソンスの駅から。みんな何で行ってんのって感じだけど、結構人いたし、あの、可愛かった。収穫はありませんでした。そしてまたまた変な場所にあるメガネ屋さんに行ったんだけど、ここは3000円なの全品で、すごい安いし、広くてフロアもいっぱいあって、種類もサングラスとかメガネとかすごいいっぱいあって、ヴィンテージだからレンズはちょっと傷ついてるのとか多かったけど、でも意味わかんない形のやつとかあってすごい可愛かった。まあこちらもあの収穫はありませんでした。でも行く価値はある、本当に可愛いし、みんなもあの見つけてほしい可愛いやつ。待って、なんだっけ、
名前忘れちゃったんだけど、ここの韓牛のお店が本当に美味しくて、本当にこれおすすめする。なんか中に人はあんまり入ってなくて、多分1階と2階に分かれてるので、私たちは1階に行って、店員さんが私たち2人に対しても4人ぐらいなんか大勢で物とか持ってきてもらっちゃって、本当にえみたいな感じになって、お肉は 150g で3500円、1人3500円ぐらいだったかな。だけど全然量少ないとか思わなかったし、もう噛むたんびに肉汁がすごい何出てくる感じで、めっちゃ美味しくて、日本に関係ないらしいんだよね、多分輸入禁止みたいな、お肉輸入禁止だからないんだけど、日本で言ったら和牛みたいな感じだと思う。霜降りがすごくて、とにかく美味しかった。値段は、まあ、私たちからしたらちょっと高めではあったんだけど、これは本当に行った方がいいと思った。あと店員さんもすごい丁寧で、私たちがなんかご飯の食べ方を間違えたらしくて、なんかタレはこうかけたら美味しいですよってわざわざ言いに来てて、私の友達のことをすごく見てたらしくて、なんか友達は食べるの気まずかったって言ってたけど、それも含めて美味しかった。あのおすすめ。この日はハンナムドンというところに行ったんだけど、私的にはソンスよりもこっちの方が好きだった。なんか可愛いお店が結構集まってて見やすかったし、私の行きたかったエンゾブルースっていうお店、ここね、ここに行きたくてインスタで見てたんだけど、店舗があったから行ったの。めっちゃ可愛かった。なんかシンプルな服が多くて、生地も結構いい感じだし、マジでここおすすめって買いました。で、他にもいろんなお洋服屋さんいっぱいあったし、カフェも結構多くて、なんかすごい見やすかったし、あのイケてるお姉さんたちいっぱいいました。可愛かった、みんな服が。だからね、ここおすすめ。韓国行く人行った方がいい、ここ。夜は居酒屋みたいなとこ行きたいよねってなって、ここにしました。すごい天井高くてすごい大好きで、あのツナメおにぎりみたいなやつと、あとじゃがいもとなんかのなんかトッポギみたいな味した、ちょっとごめん名前わかんないんだけど、あ、そう、それで自分であのおにぎり作れるよみたいなやつ。なんか量めっちゃ多くて、2人で食べたんだけどすごい多かった。あの自分で作れるやついいよね。あのこれも美味しかったです。はい、以上。最初にロンドンのハイっていうバッグのブランドを見に行ったんだけど、このバラのサテンのバッグが超可愛くて欲しかった。でも買わなかったんだけど、韓国行く人見てほしい。ピンクとかいろんな色の種類のバッグがいっぱいあって、見てて超楽しい。全然関係ないんだけど、この黄色いメガコーヒーっていうカフェ、サッカー選手が目印のやつね、このカフェがすっごいいろんなところなんだけど、ここのストロベリーラテが美味しくてずっと飲んでました。あのいろんなところにあるから行ってお願い。この日何したか本当覚えてないんだけど、多分このビデオは本でのバーガーキングのなんかチーズスティックみたいなやつ、これが半額だったの、150円くらいで食べてるやつ、めっちゃ美味しかった。こういうチーズのスティックみたいなやつをさ、日本で売ってほしいんだよね。バーガーキングとかマックとかさ、日本と韓国でメニュー違うじゃん。でも韓国のやつさ、チキンとかなんかラップみたいなやつとか、こうチーズスティックとか美味しいやつがいろいろあって、すごい羨ましかったです。日本もお願いします。どこ、ここマジで本当に意味わかんないところで食べてるんだよね、多分。え、わかんない、どこか。
ここセレクトショップなんだけど、キノコみたいな、次出てくるんだけど、キノコみたいな、あ、これかこれ、このキーホルダー、こういうキーホルダーがいろんなところにあってめっちゃ可愛くない？これ流行ってんの韓国だけ、なんか日本で見たことなくて、あのクラゲとかね、これ可愛かった。3000円、ちょっと高いねって感じだけど。そして半岩公園に来ました。すごく入り口が分かりづらいから、あのこの狭い階段を下るってことを覚えてて。ビリオリ来た。なんか岸感あるなと思ったら、すごい横浜みなとみらいにすごい似てた。で、あのコンビニに行って、あのハンガンラーメンっていうコンビニでラーメン作って、海辺、川沿いで食べるみたいなやつをやろうとします。これね、コンビニでラーメンを買ったら、この大きいカップを渡してもらって、で、なんかお湯を沸かす機械みたいなのがあるから、それを、あ、これね、並んでても本当に人が多い。もうすぐ人出てくるからちょっと待ってね。ほらね、何分、しかも1回にね4分かかるから結構並んだ。だから覚悟していった方がいい。この景色見ながらのラーメンは本当に美味しかった。おすすめです。なんかデートしてる人もいっぱいいた。悔しいです。本当にこの日はホテルを変えたんだけど、マジで旅のハイライトがあって、これ話させてほしいんだけど。私たちね、Netflix で相乗りっていう、なんかバスに乗って恋愛するみたいな、あるじゃん、有名なやつね。それをずっと見てたんだけど、そのメンバー今何してるのかなって気になって調べたの。でヒデさんって人がいて、その人が韓国に21時間前の動画を上げてて、その YouTube の動画を見たの。そしたらここ同じホテルに泊まってたの。やばくない？いや、ワンチャン会ってたよねみたいな。もう本当にこれマジで笑った。この日は私の好きな韓国のブロガーの方がおすすめしてたセクターコーヒーっていうカフェに来ました。私さ、日本でこういうおしゃれなカフェあんまり行かないから、友達も行かないね。だからすごい緊張してたんだけど、しっかり頼めました。日本人が本当にいなくて、こう観光の店とかじゃなくて、本当に現地の人のおすすめみたいな感じで、日本人はゼロだったし、英語のメニューもなかったんだけど、とにかく美味しかった。このね、抹茶のガトーショコラみたいなやつがすごい美味しかったし、コーヒーもいい感じに苦くて美味しかったから、カフェ困ってたらここおすすめ。チュンムルってとこにある。すごいパーティー、すごいパーティサファリスポットに行きます。私たち全然服変えてない。よいしょ、これ2日目なんだけど、服欲しい、本当に服欲しい。化粧品も全然買ってないし、昨日も夜買い物行こうと思ったけど、相乗り見て寝ちゃって出る。1個前のホテルからホテル変えて、今新しいホテルに泊まってるんだけど、相乗りをずっと旅中に見てて、相乗りのヒデって人がいるんだけど、その人のエピソードを見てる時に、この人何してんだろうと思って見たの、インスタ、YouTube。 そしたら韓国に来てて、でホテルが一緒だったっていうのが昨日のハイライト。1日目から3日目がゲストハウスに泊まって、お風呂もお風呂とトイレ一緒で超ビチョビチョになるみたいな。17平米になって、今31平米の本当にでかすぎる部屋、ソファーが2個ある部屋に泊まってて、まあ、で残り3日。ちゃん買った方がいい。
して一個。はい。はい、かわいい。はい、かわいい。はい、かわいい。買ってください。そしてここのね、キンパ屋さんに行ったんだけど、ここのアボカドキンパ見て、アボカドがね、今多分1個ぐらい入ってて、でこうお米がすごい薄くて具沢山だったんだけど、これがすごい美味しかった。なんか日本のキンパってご飯の部分も結構あるイメージなんだけど、韓国のキンパは結構なんて言うんだろう、具が多くてお米が薄めのタイプのキンパが多くてすごく良かったし、これは何円だっけ、500円くらいかな、500円くらいなんだけど、全然お腹いっぱいになった。美味しかった。おすすめ、ここ行ってほしい。日本の目にもあった。画像とか送れないんだ。送れ、これにそういうの送れない。行くか。でかいのこれ、サイズが。だって相当でかいです。あ、食べることになっちゃうこれ。配慮して。一番歩いた日が28,000。今日は全然疲れなかった。韓国のタクシーがめっちゃ安くて。それでタクシーの良さを知っちゃって、めちゃくちゃタクシー使ってたら14,000ほどしたの。やばい、終わった。いただきます。え、どういうこと。これ全部チーズ、もしかして、うん、すごい、僕も全部いこう。全部全部おいしい。いっぱい食べられない。食べて、まだ半分あるよ。これ一人で食べようとしてたの。いや、本当におかしいよ、頭。本当にこれはダメ。気づいた。だから本当に半分で、2人でハーフにすればちょうどいいです。あんま冷えてないで。うん、冷えてない。美味しいから決定。朋友、朋友、我的朋友。何我的朋友？你是我的朋友，这是真的好吃，好吃。我忘了，是，我不会的。中国过一年，刚才在干的时候。この日は最終日なんだけど、韓国のスウォンっていうソウルから1時間ぐらい離れたところに向かっているところですね。韓国のフォロワーの方が教えてくれたところで、最近有名らしいって、あの結構遠かったけど頑張って向かっている途中。これはラボードフォレストのスウォンの店舗にも行ったんだけど、こっちの店の方が店内が広くて、商品もあのメガネ以外にもアクセサリーとか古着とかいっぱい置いてあって可愛かった。バスで行ったからね、あの行き方はすごい確認しないといけないんだけど、こっちもおすすめ。まあ韓国の街を一人で歩いてるの、マジで緊張する。てかもう本当にもう財布とかなくしたら本当に無理だから、降りれなかった。てかめっちゃ山じゃない、すごいんだけど。そうだよね。めっちゃ準備になってる。そうだよね。大丈夫。大丈夫。絶対大丈夫。
このカフェはほんとショールームってくらいおしゃれで、一つ一つの席の空間が空いてるし、天井も広いし、ここで一人で勉強してる方とかもいて、こんなカフェが家の近くにあったら最高じゃんって思いながら食べてた。東京にこういうカフェある？教えてほしい。もしあったら絶対行くから本当に教えて。このこういうさ空間があるカフェあんまないじゃん東京に。4月なのやだ。